本日も資格のおすすめのお時間がやってまいりました。今日はファイナンシャルプランナーのお話をしようと思います。今日はね、あれですな、香りの余韻タイプ金麦飲んでます。あー、なんかね、喉がやっちゃった。そう、あのね、ファイナンシャルプランナーよく聞くと思うんですけれども、何の資格かなと言いますと、まあお金の資格ですね。お金をいかにうまく運用するかとかね、無駄な税金とかを国に取られないようにするにはどうしたらいいかとか、まあそういうお勉強をする資格だと思います。で、私はね、まずね、簡単にさらっと、なぜ私がファイナンシャルプランナーの勉強を始める羽目になったかと言いますと、私ね、今年の2月から、何を間違ったか、金融系の会社に、働くことになりました。うまく潜り込んだのはいいんですが、結構な大手でございます。周りがね、多分経済学部とかね、法学部とか、そういうところ卒業した人ばっかりがね、ウェーっと集まってるわけですよ。なので、本当にね、間違って勢いでこう、スッと入っちゃったんだけど、潜り込んだはいいんだけどね、結構話ついてるのが大変なんですわ。何言ってるかさっぱりわかんない。で、日本語を喋ってるんだけど、日本語の意味がわかりませんっていう感じでね。で、もっと言っちゃうと、自分がね、何がわからないかもわからないっていう、そういう世界に入ってしまいました。でね、あんまりね、この辺の話はね、間違って今の働いてる会社の人に、本当聞かれたくないんだけど、正直言って、なんだっけ、NISA とか、iDeCo もう、わかりませんでした。なんか NISA って芸能人とかね、それMISIAだよ、みたいな感じ一人ツッコミを心の中でしてたんだけど、で、iDeCo って、iDeCo もさ、iDeCo ってなんだそれ、iDeCo、なんだ、お菓子、みたいなね。やばい、ついていけないとかって、この、皆さんのその流行りの言葉についていけないとかって思うぐらい、本当に、全く、ファイナンシャルとか、金融系には、に関しては、ど素人でございました。で、どれぐらいのレベルの人がファイナンシャルプランナーを、受けたかっていうのを、まあ、知っていただくためにね、最初に、会社に入って、やばいと思って、最初に買った本がこれです。超入門書。投資信託の超入門書。これでもう付箋だらけなんだけど、もうね、付箋を貼る元気もなかったね、初め。一目でわかる投資信託の特徴とかね。運用はプロ任せて。ちなみにどんなところに付箋がついてんのかな？インデックス型が初心者向きとか書いてるね。分配金の回数のこと書いてる。もうさ、冗談抜きで分配金が何かも実はね、わからなかったんです。こういうのを一応読んだんだけれども、これでももうちんぷんかんぷんなの。で、さっぱりわかんないし、とりあえず、お金、金融系、ファイナンシャルみたいな感じでね、よく聞くファイナンシャルプランナーっていうのを、なんか、お勉強したらね、こう、自分の知識がこう整理して頭にスッと入るんじゃないかなと思って、それで3級の試験を受けることにしました。で、実はね、実際にその3級の、試験を受けようって思ったのが、3月ぐらいだったかな。ファイナンシャルプランナーの試験申し込みしたのが3月。で、試験が5月だったんだけど、実質、ファイナンシャルプランナー3級の試験の勉強は、多分1ヶ月ぐらいやりました。で、そんなに金融系のこと何も知らないのに1ヶ月で受かるのって思ったら、ちょっとこれにはからくりがあって、私はその前の年に行政書士試験を受けて受かってるんです。だからまだその知識がね、ちょっとこう残ってる時に、ファイナンシャルプランナーのその勉強に入ったので、少しその時の勉強が、なんて言うんだろう、ちょっと生きてるところがあるのね。例えば
相続とか、あと不動産系のところとか、その辺に関してはその前にもともと知識があったので新たに勉強する必要はなかったの。だから1ヶ月ぐらいの試験で、まあ、合格できたっていう感じなのね。これいろいろね科目があるんだけど、今ね手元にあるのはねこれ2級 SP2 級の問題集も今見てるんだけど、まあこの SP と理論とかねこの辺はねザザッとやればねなんてことはねできるんだよね。でライフプランニングの手法とかもまあまああの3級レベルだったら絶対にいけるっていうのも、あれはね選択問題だから全部が全部覚えてなくてもなんとなくこれだよなっていうのでいけます。社会保険とかの科目もあるんだけど、実はね社労士の試験も受けようと思って、社労士の試験もね2年ぐらい前にね1ヶ月か2ヶ月ぐらいちょっとね本を買ってやったことがあるの。だからその時の知識もまあ少し残ってるっていうのがあって、それで私の場合は 1ヶ月で合格しました。でね2級に関しては本当その後すぐ申し込んだんだけど、9月の試験だったのかな、ね、今年ほらオリンピックがあったじゃない。オリンピック忙しかったんですよ私は。もうやれ今日は応援とかね、あのいやマラソンの応援で札幌行かなきゃとかさ、あの今日は開会式だから家にみんな呼んでパーティーしなきゃとかね、すごい忙しくって全然ねお勉強する時間がなかったの。多分ね実質2週間かな。で2週間しかなかったんだけど、1週間過ぎたあたりにこれはちょっとやばいなっていうのに気づいて、あの実技の試験はねもう捨てました。でこれからね試験受ける人にも一言あのアドバイスですが、学科と実技っていうのは分けて受けることができます。でもちろんいっぺんに申し込んでいっぺんに受かるのが一番楽なんだけど、ちょっとねあれこれ2つ受けるとやばいんじゃないっていうかね、ちょっと共倒れになるんじゃないっていう時は一点集中にするのもね一つの方法だと思います。で私はあのファイナンシャルプランナー2級の試験に関してはこれはね実技ちょっと怪しいなと思って、実技はもう勉強するのをねやめたの。まあやめたっていうかそうね全然開かないで、それが学科だけでも受かんないとどっちも落ちちゃったら大変だから学科を集中的にやりました。で学科を集中的にやった結果がねこれなのね。じゃーん、ここにね一部合格って書いてるじゃない、一部合格なのね。でここだね学科で、こっちがあの実技不合格なんだけど、点数見てください。59点だよ、59点。あと1点なんですけどって感じ。腹立つわ、本当に。あと1点でさ、合格だったわけよ。何なんだ、この1点はっていう感じなんだけどね。でも考えたらですよ。一切、実技の、ページは、一切開かなかったのに、59点。ってことはですよ。次の試験、1月なんだけど、今度は実技を集中的にやろうと思ってんだけど、こんな1週間で合格すると思いませんか。そんな舐めて落としたらね落ちちゃってもかっこ悪いんだけど、ということでね次の1月に私は実技試験にチャレンジします。でいつもこうなんて言うんだろう、終わってからねこの試験はあだったこうだったっていうのが多分これからもそういう話が多くなると思うんだけど、今回のファイナンシャルプランナーの実技に関してはリアルタイムで実況形式でねやっていこうと思います。なのでこれから勉強します。必勝法はだからないね、もうとにかくやるしかないね。まあ今は12月26日、試験が1月の28日だったかな、1月23日だ。なので約1ヶ月あります。この1ヶ月をどうやって使って試験合格に導くかということでね、今日は計画を立てるところだけやろうと思います。まあねお正月はさ
勉強なんてしたくないわけじゃん。なので今日は日曜日です。ほいでね、まあそうね、明日は仕事でしょ。あさっては有給取っちゃってんですわ。あさってちょっと1時間ぐらいやろうかなって感じね。28日は1時間、 FP1 時間勉強って入れましたよ、これイベントで。で29、30は在宅ワークなので、29日と30日の、在宅ワーク終わった後、30分やるかな。まあ、11時間にしとっか。もうこれでね、3時間でしょ。これで、30日、1日、2日は、まあ、やらないとして、3日ぐらいになると暇になってくるんじゃない？あんまり長く勉強しないと、勉強するね、癖がね、つかないからね、したくなくなっちゃうの。だからまあ、1月3日からやりましょう。1月3日はね、そうね、10時ぐらいからやろうかな。これでね、もう4時間ですよ。8と9。だいぶ入りましたね、これでね。今年は3時間やると。年明けて、1月3日、8日、9日の土日、15日の土曜日、1、2、3、4時間、これで7時間ですよ。16日の日曜日は8時間ぐらいやろうかなと思ってますね。そしたらもう結構じゃない？これでね、15時間です、全部で。で、あとはそうだね、試験の前の週は帰って、仕事から帰ってきたらね、毎日1時間ずつぐらい勉強すると。で、やれば6、7、8、9、10、20時間ぐらいはできるってことだね。そう、20時間。で、この20時間で、なんとか実技試験の、形を作ると、ものにしようという計画を今立てました。まあ、あとはね、細かい計画を立てて、どんどんその通りに、やればいいんですよ。こんなんね、やればなんとかなる。そもそも私がね、その学科試験で、止まっちゃった。なんかちょっと先に進まなくなったのがあって、これなんだよね。 PR とかさ、なんか PBR とかっていうのがあるんだけど、株価収益率とかね、そんなやつ。まあほら、普通にさ、公式をね、丸暗記しちゃえば別に暗記はできる、できなくはないんだよ。3つぐらいしかないから。ただね、その数字のね、意味するもの、何を考えて、何を出したいのっていうかさ、その数字の意味を考えてたらね、こんがらがっちゃいましてね。それで、なんか実技試験のね、試験のその問題、先進まなくなっちゃったんでね。なので、年末年始はね、ここをちょっと掘り下げて、自分なりにちゃんと理解をして、そう、先に進めたらいいなと思ってます。ちゃんと理解できたらね、ここで皆さんに教えてあげられるぐらいになれればいいなと思っております。ってことでね、本日の話はここまでです。で、実際にこれからそのファイナンシャルプランナー2級の、実技の試験、やっていくその様で、実際に試験会場について、やる、まあまあ直前まで、試験の中では撮影できないけどね、それが受かるか、ダメか。どこまで、ちょっとこれで撮り続けていきたいと思いますので、よろしければ、お付き合いいただければと思います。もしよろしければ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、本日はこれにて終了。また会いましょう。それでは。